まあ、いつもスパイスばかりたくさん使う変わった料理を提供しておりますが、今回はフランス料理がテーマということで、王道クラシックのフリカッセ、若鶏のクリーム煮込みを、作っていこうかと思います。なんと若鶏が丸々1羽届くらしいです。フリカッセ、世間一般の認識としては鶏肉がメインの、料理だと思うんですけども、僕の中ではソースとバターライスが主役と言ってもいいんじゃないかと、思っております。鶏1羽分のエキスが詰まった濃厚なクリームソースにバターライスを絡めて食べる、丁寧に火を入れた鶏肉すら付け合わせと言っても過言じゃないんじゃないかなと、ちょっと過言かもしれないですけど、思います。フランス料理的なソースの作り方や肉の火入れをきちんと学ぶにはもってこいの料理だと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみください。